いやー、暑くなってきましたね。暑くなってきましたね。暑くなってきたーというわけで、ね、ずっと暑いですよ、ね、でもね、本当暑い、ずっと暑い。で、まあね、暑いといえば、はい、砂漠ですよ。コネチキ砂漠。はい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 。まあ、ね、やっぱり、ね、まあ、ちょっとこちらのマップの解説とね、ちょっと今回やっていこうと思います。はい、そうですね、はい。ということで、まあ、真ん中にタワーが1本あって、はい、で、まあ、ちょっとまあ近場というか、に、こう、まあ、お互い2本ずつぐらいの感じでタワーがあるというのが、この骨付き砂漠と。結構広いですよね、なんか、うん、まあ砂漠ですからね、うん、なんかね、ただそんなになんかこうタワーの数が多いわけでもないから、うんうんうん、あ、ちょっと難しい、ちょっと難しいかなってところしますけどね、うん、基本的にはですね、これも C ですよね。いや、まあ、これはどう見ても C 大事ですよね。 C をどんだけキープできるかというのが、はいはいはい、かなり、勝敗に関わってくるというような気はしております、うん、ということで、まずはじゃあパワータイプ、はい、どういうふうに立ち回るかというところですけども、まあ一旦やっぱり全力で C でしょ。 C 直行かなと飛んできますね、いうところですよね。で、ただやっぱりその相手がちょっとこう、はい、人数多いとか、うん、ってなったら、まあ一旦ちょっとまあ D の方に行ったりとか、はいはいはい、まあ味方が多分その場合はちょっとこう D とかに行ってると思うんでね、うんうんうん、まあ、こっちの方がちょっと少ない時の場合はね、うん、なんでちょっとまあ D でちょっと合流するか、まあ、それか、まあ、ちょっとまあ C でこうちょっと、いや俺はまだ諦めてないぞみたいなまだ俺 C 狙ってるよみたいな雰囲気を出しながら、ちょっと味方が来るのを待つみたいな、ちょっとちょっと行き過ぎない感じ、そうそう、ちょっと待ちつつ、ね、C 乗っちゃってるぐらいの距離感だと思う、多分狙われる、そうですね、集中、攻撃が集中してるんで、はい、ちょっと C 手前とか、ただ逆に向こうがなんかスピードタイプとかテクニックしか来てない時は逆にパワーでこう逃げてくパターンもありますからね、うんうん、そうね、なんでちょっとこう俺は今真ん中を今ちょっと取ろうとしてるぞみたいな、どうなのかみたいな空気を出しながらちょっとこう待って味方が来るのを待つっていうか、まあ D に一旦引くかっていう形がいくのかなと、はい、ということでお次はスピードタイプいきますか、はいはい、スピードタイプは D かなに、うん、行きましょうということですね。 D からの C ルートがいいかなと思います、うん、ただなんかこうC に向かってる、ね、味方がちょっと少ないなって感じたら、はい、あ、もう A 作ってから、C に、まあ、加勢しに行くみたいな、あ、一人では行かないみたいな、うんうん、感じがいいのかなと思います。はい、でこれ結構タワーがないね、その、まあ、B 方向左側サイドとかをこう攻めると、はい、こうなんか敵って大体そっちやっぱ来ちゃうんで、うんうん、あ、なんか、ね、C が取れなかった時に、あ、ちょっとエネルギー切れで、はい、じゃあもう行くとこ A しかないですっていう状況になって結構ロスが生じやすいんで、あ、その辺がちょっと、まあ、だんだんね厳しくなってくるんで、まあ、一旦あやっぱり ACD の、うん、方面から行った方がいいのかなと、うん、思いますね。ACD。はい、そうですね。で、ただその、まあ、味方がね、2人以上そのタワー C とかにこう向かってる場合とかは、まあ、タワー D を作って、まあ、そのまま C に合流みたいな形とか、うんうんうん、そのまあ C にね向かう人が少ない場合は、まあ、とかテクニックタイプがいないとかね、はい、うん、っていう時は、まあ、そのままね、A をまず作って、うん、どっちに行くか C に行くか D に行くか決める形がいいんじゃないかなと思います。はい、そしてで最後、はい、テクニックタイプ、お願いします、はい、テクニックタイプはまずやっぱ A ね、最初に A をまず作っちゃう、すぐやっぱタワー作れるんで、まず一旦 A をこう立てて、ほんでちょっとこう味方のね、はい、こう起点にするというか、はい、形がいいんじゃないかなと思います。 A 取った後は、まあ、A の後はやっぱ C かな、多分パワータイプがね、そのやっぱ C に C 行ってますからね、まっすぐ行ってると思うんで、だいたいちょっと後ろぐらいから、ね、はいはいはい、テクニックタイプを追いかけていって援護射撃をこう弓打ったり杖振ったりみたいな感じで戦う感じになるかなと思います。はい、で、まあ、敵の数がね少ないかなって、なんかその行ける時は、はい、テクニックタイプ普通にやっぱり C に行ってもいいかなと、はい、思いますね。はい、で、まあ、タワー C のやっぱ争奪戦がね結構熱いと思うんで、うん、その回復できるようにね、もうすぐ C はタワー作っちゃって、はい、そのままね、はい、取れたら作っちゃった方がいいかなと思います、うん、なるほど、はい、ということで、じゃあちょっと一回、我々ね、もう戦いの、はい、もう終わってますんで、はい、そちらちょっと見ながら、解説していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで実際の戦いを見ながらね、はい、解説していきたいと思いますけども、はい、こちらはスピード2のパワー1のテクニック1という感じですね、はい、まずは、まあ、テクニックタイプは、手前をね、E を取
絞りつつ、パワータイプは、うん、まっすぐね、向かっていくと。C ですね。C ですね。で、今回 C に僕たち3人向かってる感じですね。はい、そうですね。ちょうど向こうが、まあ、真ん中にそこまで来てなかったので、そうですね。僕は右のほうから取って。テクニックタイプが多いですね。すごい距離取って、間合いを取って。あれね、パワータイプだとやっぱやっなかなかやりづらい。これジャックいいですね。ジャックの下り刺さりましたね、これは。はい、そして残ったニコルもしっかり、はい、取りに行くという感じで、真ん中のまずは最初の戦いを制したいと。でから、まあ、できればいいというところですね。争奪戦がね、良かったですね。はい、そして一旦真ん中を確保できたんで、はい、あとはちょっとじわじわとエリアを取りつつ、やっぱ C 取ると一気にこうでっかくコネクトが繋がってきますね。私、まあ、最初の開幕で、はい、あの敵結構倒してるんで、その間に敵が少なくなってるっていうね、はいはいはい、はい、っていうのでかなり、優位に立ち回ってますよね。これまで最初大事ですね。で、まあ、向こうもね、D から広げに来ようとしていますね、はいはい、多分 D 下ちょっと広げつつ、でも真ん中も狙ってるみたいな形だと思いますね。ただ C さえ本当取り続けてれば、はい、D 側、左側は取れたとしても、うん、そこから真ん中まで来れないですからね。そうですね。これ今その立ち回りとしては、まあ、我々も結構真ん中に固まってるんで、そうですね、まあ、なんか誰か一人孤立するみたいなのも特にないし、うん、まあ、なんとなくこうね、こう近づいてきた敵から倒しているみたいな常にとりあえず C になんか2人ぐらいいるみたいなのがベストなんですか ね、 ね。ただその間相手は B を取りに来ましたね、うん、で B これ2人来てるんでちょっと一旦ちょっと気配をね、まあ、来てるよっていう雰囲気出したんですけど、うん、ちょっと2人で来られたんでちょっと一旦引いてますね、はいはい、で今ちょっと C、E 周りで、はい、ちょっと戦ってる形ですね。さあなんかすごい距離でちょっとゼファーが作ってきましたけども、まあ、それは返り討ちということで一旦 B 側から攻めてきてる敵に対して、今対応しているという形ですね。やはり3点は取れてますね。そうですね、取れてるともうなんか、はい、大きいですね。やっぱり3点取れてると安定感がちょっと違いますね。そうですね。で真ん中の攻防は一応今何度か追い返したって感じなんで、うん、今度ちょっとまあ B の方が大きくなっちゃうとちょっと困るんで、一旦 B のタワーも取りに行きましたね。ただその間も、しっかり真ん中は、2人で守ってるような状況ですね。あ、いいですね。しかもこれ同じ3点でも ECB より ECD の3点の方が広く取れますね、うん、面積としてはね、うん、この時点も4点取ってますね、うん、はい、でかなりプレッシャー残り20秒なんで、うん、まあ、あとは広げるだけ、まあ、ただちょっと敵の位置に近いね、ちょっとまあタワーとかはまあこういう風に返されやすいかなって感じしますけど、しっかり、コネクトもねこうカットしながら、大きく取られないように最後広げていくと。カット結構意識した方がいいですね、うん、はい、ということで、まあ、理想的な立ち回りというか、うんうん、まあ、C がかなり長時間キープできているとこれぐらい優位に立ち回るということですね、はい、はい、ということで見てきましたけども、はい、やっぱり C ですね重要ですね、本当に。そうですね。で、まあ、C の左右のね、はい、タワー、まあ、どっちかを取りながら一番手前のね、はい、タワーも確保できる、まあ、3点確保できると、いいかなと思いますね。わ、うんうん、かりやすいマップだな、これは、うんうん、なんで、でも逆に言うとその両サイド取られたりすると結構押されがちかなという、確かに C 取ったとしてもってい いう感じはね、ちょっとしますけどね、うん、はい、なんでその3点のタワーを、中心に考えながら立ち回っていくといいと思います。はい、はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。